カルロス・ゴーン被告、日本に暴言連発で大炎上、先日、アメリカのフォックスビジネスが、カルロス・ゴーン被告に対し、インタビューを行い、ゴーン被告が次のように日本を侮辱したことが明らかになりました。事件について、私を引きずり下ろすためのクーデターだったという物的証拠や書面がある。 日本の司法制度の不公平で気力を失い苦しめられた妻と会話ができなかったことで我慢の限界を超えたとなっておりまして本日このゴーン被告の妻が偽証罪で逮捕状を請求されておりましたがこの妻も共犯であったことが確定し裁判所や検察は 証拠隠滅の恐れがあるとして、会話を禁止しておりましたが、その対応が正しかったことが証明されました。このゴーン被告、明日にも記者会見を開く予定でございますが、現在ゴーン被告には多額の横領と二件の脅迫、日本やトルコなどにおいて密入国、密出国を繰り返したという、 大量の犯罪行為を犯した凶悪犯という事実がございます。そもそも犯罪者を取り締まることがなぜクーデターになるんでしょうか。日本は法治国家でございますので、誰であっても罪を犯せば償わなければいけません。海外と違い、金やコネではどうにもならないんです。 そういった事実を知り、ゴーン被告は刑務所に入りたくないとして、このように様々な事件を追加で起こし、逃亡したんじゃないでしょうか。日本政府には今後もこのゴーン被告に対して圧力を強化し続けていただき、これ以上ゴーン被告によって日本が、日本国民が侮辱されないように、 徹底的に対抗していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました